ヤッホーとまるです。はい、もう12月で今年ももうすぐ終わりなんですけど、ここに来てね、ちょっと素晴らしいガチャガチャが2つね、いきなり登場してね、まあ1個はだいぶ前から話題になってたんですけど、もう1個は私全然出るの知らなくて、今日はちょっとね、そんな神ガチャを2つご紹介したいと思います。ということでね、まず1個目は結構各所で話題になってて、もうみんな知ってる人も多いのかなって思うんですけど、こちらですね、電話ボックスのガチャガチャですね。公衆電話ガチャコレクションってやつですね。で、こちらの公衆電話なんですけど、全部でね6種類あるんですよ。まずこちらがね、ノーマルの4種類の公衆電話ですね。はい、一個一個見ていきましょう。まずこちらがね、2016年に出たらしいアナログの公衆電話です。そう、すごいよくできてるの見て、こんな感じ。はい、ご利用できますって書いてあって、受話器はね外れるし、ちょっと伸びるっていうね、これすごいなって思って、ここもちょっと動く感じで、カシャッとね、こんな感じでね、しっかりちゃんとはめ込まれる感じのやつですね。はい、最近見るのこのタイプだよね、結構ね。最近まあ公衆電話自体見ないんだけど、たまに見かけるとこの機種かなって思います。で、次がこちらのね、1996年に登場したデジタル公衆電話機です。はい、グレーのやつだね。これもなんかたまに見かけますよね。こんな感じです。こんな感じで、こう伸びるで、カシャリ、すごいよくできてる。ボタンもね、確か全部押せるんだよね。次がね、1986年に出たアナログの公衆電話だって。私でもこれもすごい見覚えあるんだけど、はい、こういう感じですね。こんな感じの公衆電話。はい、これなんかすごい見た気がする。はい、こんな感じです。で、さっきのとまあ似てるんだけどね、こんな感じでね、微妙に違う感じですね。このなんだろう、コードみたいなところが一番見分けつきやすいかなって感じですね。で、次がね、1971年の新型赤電話だって。はい、こんな感じで、シール貼った状態なんですけど、こんな感じですね。はい、すごい細かくよくできてるんだよね。私これあんまり見覚えないかもしれない。で、次がね、レアのやつなんですけど、私これね、実際に見たことないんだよね。レアアソートのね、デュエットフォンっていうやつで、受話器がね、2個ついてるの。はい、これ。こんな感じ。3人で会話できるよみたいな感じだとは思うんですけど、このね、デュエットフォンっていうね、あんまりなんつうか、需要がなさそう。1990年頃に出たらしいですね。はい。まあ、携帯とかない時代はどうだったんだろうね。人気だったのかな。デュエットフォンしようとか言ってたのかな、わかんないけど。ちょっとね、アソートがどんな感じになってるか私はわかんないんですけど、噂によるとね、このデュエットフォンは満杯状態で2個って聞きました。で、満杯状態で1個っていうね、さらにレアな公衆電話があってね、それは何かというとね、こちらです。金色の公衆電話です。はい、すごくないこれ。もうちょっと実物見たかったなって感じなんですけど、大当たりみたいな公衆電話ですね。こんな感じ。ネットでもなんかこれだけね、すごい高いんだよね。はい、で、私は今回ね、どうしてもこのゴールドの公衆電話がね、一番ぶっちゃけ欲しかったから、ちょっとネットでね、全種類セットのを買ったんですよ。だからね、ダブらずに一応コンプはできたんですけど、この辺の公衆電話ももうちょっと数があっても、ブンドトとかに使えそうでいいかなって思ったんで、この辺狙いで見つけたらね、ガチャガチャ回したいなって思います。はい。で、ちなみにね、サイズなんですけど、フィグマと合わせるとこんな感じでーす。はい。結構意外といいサイズ感だなって思った。そういうのもあって結構売り切れとか続出してんのかなって思いました。うん。すごいいいサイズだよね。で、ちなみに6分の1だとね、こんな感じで。これ結構テレビでね、前になんかニュースかなんかで特集されてたっていう影響もあって、結構売り切れ続出なんで、見かけたらね、本当に、まあ、どれが当たっても結構当たりなんでね、ぜひぜひやってみてください。で、もしね、この金色の公衆電話が出たらね、大当たりなんで、もう、
ラッキーですよ、本当に。すごいよね、この特別感。ちなみにね、赤い公衆電話はこのね、シールがついてたんですけど、ここに貼るシールで、それ以外の普通の公衆電話にはね、全部こういう好きなところに貼ってくださいみたいなシールが付属しておりました。公衆電話の実際のさ、写真を検索して見てみたらね、シールがちょっとでかいんだよね。リアリティって面を考えると、もうちょっと小さいシールの方が良かったかなってぶっちゃけ思いました、はい、ということでね、次なんですけど、私このガチャガチャ出るのを全く知らなくて、で見かけてね、ちょっと衝撃を受けたんですけど、それは何かというとね、こちらチャッキービッグサイズフィギュアっていうね、チャッキーのフィギュアなんですけど、全3種類でね、まずこちら、チャッキー映画、こんな感じです。はい、くる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 って感じで、本体がこんな感じのチャッキーで、付属品がね、このナイフとこちらのね、ナイフアームっていうのかな、でこの手とね、付け替えられてこんな感じにできるっていう感じです。で次にチャッキー B がね、こんな感じ、はい、もう結構ダメージを受けたチャッキーなんだけど、こんな感じでくるくるくる、こんな感じです。すごいよくできてんだけど、包丁と斧が付属品でついてるんですよ、はい、で最後のね、グッドガイっていうのが、グッドガイ人形のチャッキーなんだけど、こんな感じでくるくるくる、はい、こんな感じです、はい、で付属品がね、このグッドガイのトンカチとバットなんだけど、見てこれ、こんな感じでね、グッドガイって書いてあるくらい細かくよくできてるんですけど、でまずね、私が感動したのは、顔がね、こんな感じでめっちゃ動くので、腕も動くし、足も動くし、腰もね、あれ腰動かなかったっけ、腰も動くっていうね、もうめちゃめちゃ稼働するんですよ、こんな感じで。すごくない？めっちゃ遊べるの。ガチャガチャのさ、動くやつだと別にアクアシューターズとかもあるんですけど、組み立てたりしなくてカプセルから出した状態のまま遊べるっていうのがすごいなって思って。ガチャガチャの稼働フィギュアってさ、手足動かすとすぐにね、ポロって取れたりするんだけど、それもね、ほとんどないっていうね、ほんとフィグマ的な感じで遊べるんだよ。もうほんと素晴らしいの。一個言っときたいことがあるとすれば、これグッドガイだからね、本当は可愛くなきゃいけないんだけど、見てこの人を殺しそうな顔をしてるんだよね、すでに。パッケージに載ってる写真と結構顔が違うの。 A、B はだいたいそのままなんですけど、このグッドガイ人形だけは結構目の位置がね、みんな違くて、こういう恐ろしい見下したような顔をしてる子もいれば、真正面向いてる子とかもいてね、個体によって違くてね。で私これちょっとダブったんで、もう一個ちょっと自分でね、可愛い顔にしたいなって思って、パッケージっぽくね、ちょっとリペイントっていうのをね、初めてしてみたんだけどね、なんかね、やっぱちっちゃいからさ、うまく塗装できなかったんだけど、こんな感じでね、ちょっとくどめを大きくして可愛くしてみました。こっちめっちゃ人殺しそうだけどさ、こっちはなんかちょっと殺しまではしないみたいな感じじゃない。ってことでね、このチャッキーで遊んでみるとこんな感じです。はい、さ、フィグマとも相性いいんじゃないかなって思うサイズ感でね、すごいすごいおすすめなの。めちゃめちゃ稼働してくれるから、写真の撮りがいがあるっていう感じで、
ちょっとガチャガチャのね、進化を実感しましたね。常に進化してるんだなって思いました。ってことで、こちらの公衆電話ガチャが300円で、こちらのね、チャッキーのガチャが400円っていう感じなんですけど、本当にブンドドする人にすごいおすすめしたいガチャガチャだなって思いました。 Twitter 界隈とかでは話題になってるから、みんなも知ってるかなって思ったんですけど、ちょっとあまりにもね感動したからご紹介させてもらいました。もうね、このチャッキーのフィギュアはすごい嬉しい。めっちゃパッケージのチャッキーに似てない？これこんな感じ。っていうことでね、私がね最近衝撃を受けたガチャガチャのご紹介でした。もうめちゃめちゃおすすめだからね、見かけたらぜひやってほしいなって思うし、私自身もどっちのガチャガチャもね、もうちょっと解体したいなってちょっと思うから、見かけたらまたやろうって思いました。はい、っていうことで最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。で、あとまあ1回しかやんなかったんですけど、ルンバのガチャガチャもね、6分の1サイズのドール持ってる人にはねおすすめしたいなって思いました。で、何がすごいってね、動きがめちゃめちゃルンバっぽいんですよ。ってことで、みんなもね楽しいガチャガチャライフを送ってください。バイバーイ。